ヤクルト3から7広島、10日、神宮球場。ヤクルトが最終戦に敗れ、コロナ渦の中で戦った激動の2020年シーズンが終了。今季 FA 権を取得し、同校が注目される3選手が球団広報を通しコメントを出した。まずは3度のトリプルスリーを達成するなど、チームの主軸を担う山田哲人内野手だ。今季は4年ぶりに上半身のコンディション不良で1軍を抹消されるなど、94試合の出場にとどまった。打率は254、12本塁打、8盗塁と本来の輝きを見せることができなかった。山田朗は FA 権を取得して、ここまで野球を続けられたことと支えていただいた方に感謝いたします。入団して一生懸命プレーをしてきて、自らの身の振り方をじっくり考えるのも、初めてですのでじっくり考えたいと思いますと話した。また2年ぶりの20セーブに到達した縁の守護神、石山康七投手は、今まで僕に関わっていただいた方に感謝し、これまで指導してくださった方々の教えを守り、しっかり方向性を決めたいと思いますとコメントした。5年ぶりの2桁勝利に到達した小川康弘投手は、いろいろな方に支えられながら FA 権を取得することができました。野球人生の分岐点になると思いますので、じっくり考えたいと思いますと語った。ヤクルト3から7広島、10日、神宮球場。ヤクルトが最終戦に敗れ、コロナ渦の中で戦った激動の2020年シーズンが終了。今季 FA 権を取得し、同校が注目される3選手が球団広報を通しコメントを出した。まずは3度のトリプルスリーを達成するなど、チームの主軸を担う山田哲人内野手だ。今季は4年ぶりに上半身のコンディション不良で1軍を抹消されるなど、94試合の出場にとどまった。打率は254、12本塁打、8盗塁と本来の輝きを見せることができなかった。山田朗は FA 権を取得して、ここまで野球を続けられたことと支えていただいた方に感謝いたします。入団して一生懸命プレーをしてきて、自らの身の振り方をじっくり考えるのも、初めてですのでじっくり考えたいと思いますと話した。また2年ぶりの20セーブに到達した縁の守護神、石山康七投手は、今まで僕に関わっていただいた方に感謝し、これまで指導してくださった方々の教えを守り、しっかり方向性を決めたいと思いますとコメントした。5年ぶりの2桁勝利に到達した小川康弘投手は、いろいろな方に支えられながら FA 権を取得することができました。野球人生の分岐点になると思いますので、じっくり考えたいと思いますと語った。